今回は、まあ今回はっていうか、前回の続き、前回ねここのオイルリターンの、ここのタンク作ったので、そこの続きとして、ここね、ドレンの方ここに接続するの で、まあ、前回のねちょっと見てもらえれば分かるんですけど、まあ、ちょっとまあバンジョーをちょっと使うのやめようかって話で、まあ、話でっていうか自分がそう思ってるだけで誰とも話してないんですけどまあいいかで、これねちょっと作り直してみたいと思います。はい、ではちょっとやってみます。Check the mic and make sure it sound right, boys. ですね、ちょっとよくよく、まあ、よくよくというか、この前バラしてねいろいろ見たんですけど、これねちょっと思いのほか結構いい出来なんですね。作り結構いいんですよ、まあ、これも自分がねもう10年以上前に作ったもんなんですけど、まあ、自分で作りがいいとか言っちゃってんだけど、これなんかねあえてこれを作り直す必要がちょっとねないかなって、まあちょっと今になってなんですけどね、なのでこれをね、再利用するような方向でいこうかなと思います。それでですね、当初っていうかね、この間まで今ねこういったアルミブロックで、またね、違う形のものをね、なんかこう、作っていこうかな、というふうに企んでたんですけど、まあ、これ出来がいいかな。でね、抜けもいいんですよ。これちょっとね、なんか、どういう風なラインになってるかっていうのを、言うとですね、ちょっと絵で描いてみるか。なんか分かりますかね。これ分かるかな。この穴がここですね。まあこういうふうにね、入るんですね。あ、それでね、このボルト、ドレンもね、これ自分が作ったんですよね。普通のボルトあるじゃないですか。そこら辺に転がってんの。あれの真ん中穴開けて、で、まあこんなふうにね、作った。まあ要するにね、これが既製品の、バンジョーボルトあるじゃないですか。これを真似てね、作ったんですよ、まあいいか。これでこれね抜けいいんですよね。結構ねこれも抜けダメかなと思ったんだけど、結構オイルの抜けいいですね。はい、これなんていうのかな、これまあこれがエンジンの方に行くラインですよね。わかんねえか、下手くそだな、説明が下手くそだからな。これがバンジョですね。で、これがオイル。タービンから入ってくるオイルのところね。で、まあ、ここと全部繋がってるんですね。で、まあ、ここはドレンですよね。ホイール交換するときなんかの、ドレンがついてるんですね、ここね。で、それぞれが全部中で、繋がってると。
だからあの こんなんですね。中身はあのこうやってつながってるわけです。なんとなくわかりますよね。それで、どうするかっていうと、まあこのバンジョーをやめるってことで、ここに普通のね、あのホースが刺さるように直接刺さるようにね、まあこういうのですよね。こういうの、これもね、ここにオイル刺すんですけどね、刺してこうバンドで止めるだけなんですけど、こういったものをね、あの作ってやっていこうかなと思いますね、はい、うん。で、あとこれのボルトの、ドレンのところのね、ドレンとこのブロックの、固定するこのボルト、これなんですよね、普通のそこら辺のネジなんで、あんまりここの精度も良くないんですよね。だからこの辺の面をまあ きれいにして、あとまあ当然ね、この面もまあきれいにして、で採用しよう。なんかね、無理にね、変える必要もないかなって、まあだからそのこの目的というのは、このバンジョータイプにしないっていうのが目的なんで、まあそれはね、方向性は変わってないので、まあこれ全部をね、まあなんかあるか、これをまあ小切れにして、でもう使いたいと思います。もうこれで決定です。はい、じゃあちょっとやってみます。頑張ってみたんですけど、まあこれね、これ面取ったり、ちょっとね、穴の拡張して、なんかこんなね、ネジ突っ込んで、これね、ネジ切ったりして、
やろうかなと思ったんですけど、なんかねしっくりこないんですよ。なんでこれね一回仕切り直して、このブロックからね作り直そうかなと思います。もう今日ちょっとね朝からやって、今日も今夕方で、もう今日ちょっと今日もやりたくないんでね、またこの続きねやっていこうと思います。なんかしっくりこないんだよな、まあ、しょうがねえか。